Come on.
Oh, yeah.
団体の長の皆さんに挨拶していただきたいと思います。まず自治会長さんお願いいたします。はい、自治会長の平野です。一言ご挨拶をさせていただきます。まずはお疲れ様でした。さあ、今の年末長からありましたように、特に大きな事故、怪我等もなく無事終わりまして、皆様にお礼申し上げます。それから各団体の皆さん、年番さん、新年団の皆さん、今回の皆さん、
それぞれ十分役割を果たしていただきまして、無事終わりましたので、改めて市会長です。お礼申し上げます。ありがとうございました。で、また地域の皆さんには、この祭りに際しまして、多大なるご支援、ご協力いただきましたことを厚くお礼申し上げます。どうもありがとうございました。伝統ある買いかけの祭り、これからもますます、盛り上げていきたいと思いますので、引き続き来年以降もご支援、ご協力いただきましたらありがたく思います。本年はありがとうございました。どうも。皆さんこんばんは。あいにくの天気でしたが、まあなんとか無事買いかけ地区としては、大きな怪我もなく、なんとか、安全に、営業ができたと思いますんで、これも、ひとえに年末をはじめ、各団体さんのご協力の上、こういった安全に帰ってこいだというふうに、思いますんで感謝いたします。どうもありがとうございました。まあ、私個人といたしましては、今日朝、ドラッグレースで、西に買いかけがようやく買っていただいたんで、すごく嬉しかったです。まあ、こういった結果を持って買いかけの青年団さんが、祭り今後も盛り上げてくれると、祈っておりますので、今後とも各団体さんの皆様、地区全体を盛り上げていって、今後とも祭りを、どんどん継続していきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。あ、失礼しました。来年の保存会の会長ですけども、私がいますので、引き続きよろしくお願いします。次は若頭会長さんお願いします。皆さんお疲れ様でした。昨日今日と天気にはちょっと恵まれなかったとは思うんですけど、昨日の見上がり、最高の見上がり、本当にありがとうございました。今年の、和歌の会場、なんかあんまパッとせえへんやつやなって思われてると思うんですけど、なことないよ。なんとか1年ここまでやってこれたのは本当に皆さんのご協力のおかげです。本当にありがとうございました。青年団、今年はいろいろと我慢してもらうことも多かったかなと思うんやけど、来年こそはもうちょっと青年団がやりたいことをできるように、俺ら若頭会として、道しるべを出せたらなと思ってるので、めちゃくちゃよろしくお願いします。めちゃくちゃ悪い。本当にありがとうございました。来年の若頭会会長を紹介させてもらいます。河野くん。こんばんは。パレード本末2日間、皆さんの ご協力のもとうまいこと言ったと思いますんで、それは感謝しています。で、来年はもっと若頭会盛り上げていこうと思っているんで、ご協力のほどよろしくお願いします。挨拶させていただきます。よろしく。ありがとうございます。お疲れ様でした。各団体の皆様のご協力のもと、今日はこうやって青年団全員笑って無事帰ってくることができたと思ってます。ご協力ありがとうございました。ちょっと雨でちょっと足場も悪い中で、事故とかもちょっと怖かったんですけど、無事に
事故なく怪我なく帰ってこれたことが一番嬉しかったです。ちょっと短い挨拶になるんですけど、これで挨拶をさせてもらいます。来年の団長なんですけど、奈良君です。うおーっ、本祭り器がありがとうございました。皆様のおかげで無事に帰ってこれました。来年もこうやって怪我なく皆さんに会えることもあると思うんですけど、またよろしくお願いします。ほらもらって、ほんまにちょっと買いかけの皆さんのあったかさというか、本当になんか感謝しかないです。買いかけという素敵な地区で、こうやって年番長させてもらえてほんまに良かったです。ほんまにありがとうございました。わかった、どうぞほらしております。来年度も同じように青年団怪我なく皆様怪我なく楽しい祭りできたらと思っております。来年度もよろしくお願いします。はい、よろしく。Yeah!
片付けがございますので、ちょっと朝早いんですけど朝8時から行いますので、お時間ある方よろしくお願いいたします。ほんまに9時ちゃう？朝8時から。ほんまにマジの8時、はい、8時から行おうと思いますんで、ちょっと早いですけど、いつも9時ちゃう、お時間ある方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ、ありがとうございました。お疲れ様で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 した。ありがとうございました。胴上げ戦技だよな。全然ちゃう。そうっすよ。もうちょっと水飲むから、ちょっと待ってくれ。